君の脳に直接届く魔王ソルのプライムです。さあ、夕闇通り探検隊続きをやっていきましょう。今日はね、また新しい話をもらうので、くるみちゃんでいきます。なんか朝に噂回収するのすらすごい久々に思いますね。さあさあ、一時期はね、倒れて大丈夫ってなったけど、ここだっけ？多分こっち？これだこれ。いいよ。なになに、くるみも混ぜて。ねえペッツ、タヌキって見たことある？うん、絵本で見たよ。どうだった？お前さん、それはこんな顔だったかい？それは平成たぬき合戦だの方だな。そしておかみさんが顔をなぜるとのっぺらぼうなのでした。たぬきが騙すのは昔話でしょ。本物のたぬき。本物って？動いてるの？くるみ見てない。本物はね、すごい可愛いんだよ。お母さんが言ってたもん。猫とネズミとパンダを足したような感じで。そうなのか。すごい可愛かったって。ジェリーは本物を知らないんだよ。お蕎麦屋さんの前にあるやつがリアルなタヌキの剥製なんだよ。あの立ってるやつ。怖いよねペッツ。くるみあれ好き。なんかありますよね、大きいやつ。クッキー嘘ばっかり。あれは剥製じゃなくてしがらし焼きだよ。だけど図鑑の写真と同じ顔だったもん。同じではないですけどね。だから図鑑の写真のは可愛いの何にも知らないんだから。じゃあ本物見せてよ。いいよ。お母さん、鳴沢団地の近くで見たって言ってたから、今度一緒に見に行こう。やだ、タヌキ雑食性だもん。行って食べられたらやだもん。タヌキは人なんか食べないよ。タヌキが出るとこなんか絶対行かないもん。クッキーはお嬢様だからわがままだな。もうどうするペッツ。じゃあくるみが見てくるのね。なんかうなずいてる。鳴沢団地の噂を手に入れた。鳴沢団地の噂っていうか、タヌキの噂って感じですけどね。はい。というわけで、ここはスキップしていきます。タヌキなんて動物園行けば見れるじゃん。動物園にタヌキっていたっけ？いるでしょ、多分。サンゴも本物は見たことないんだ。私動物番組も見ないし、この町でタヌキ見れるのかな。見れるわけないじゃん、いくら昼見市が田舎でも。やっぱそうだよね。っていうか、いるかもしんないけど、いたらやだよ。違う意味で。くるみたぬき見たーい。じゃあ、一応確かめに行ってみようか。わーい。でもなお、鳴沢団地って殺人現場なんだよ。嘘だよ、そんな話聞いたことない。チェ、話を面白くしようと思っただけなのに。今思えば、今更だけど、くるみちゃんあれなんか被ってんのかな？帽子被ってんのかな？なんかすごい。どういう状況っていうね、画像でしたね。はい。というわけで、鳴沢団地やっていこうと思います。はい。というわけで、今回はね、この昼見つかざとの前に、から始めて、なおで行く感じですね。どこなんだ？スタート位置がわからないな。これか？あ、いける。わかんな。あ、こっち向きなんだ。タヌキを探すにはちょっと早すぎるかな。あ、時間があるのか？え？今なんか。お、やっぱりここは通れないのかな。って言いながら下調べられるよ。鳴沢団地改装工事1999年8月着工予定。
古いね。え？ここだ。お、なんか、なんだかこの向こうは本当に殺人現場みたいだ。カラスが待機してますね。ね、サンゴ。あれ？急にいなくなった。え？あ、メロス繋げるんだ。なんか適当にやってたら。ま、ここは、あ、でもなんかあれ？さっきこんなさ、先行けなかったよね。走ってみよう。うわ、嫌な、嫌なドキドキする。僕は何もしないってば。え？怖っ。我が共和国へようこそ。あ、なんか誰か出てきた。あの、すいませんけど、こっちの方に女子が二人来ませんでしたか？いや、今日の客は君一人だね。客？あの、じゃああなたはここに住んでる方ですか？なんだ君、ここに住みたいのか？てんてんてん。いえ、そういうわけじゃ。ふふ、ここはいいよ。ここは日本とは言えないからね。他にはない自由がある。なんかやばそうだ。だいたい今の日本は政治がダメなのだ。民衆を侮っている。我々が何も知らないとでも思っているのか。おっと、少々脱線してしまったようだな。もともと脱線してるけど。しかし入居したいなら今日はちょうどいい。何、心配することはない。敷金も家賃も君が持っているものと交換で構わないよ。僕何も持ってませんけど。さて、晩飯の腹ごしらえをし、ん？下ごしらえをしなくちゃな。さあ行こうか。え？いいの？いや、このドクドク怖いんだって。なんかある。上か？誰かに見られてるような気がする。え？調べる？無視する？どうすんのこれ。無視しようか。ちょっとなんか速くなってる。怖い。とりあえず、早く右に行こう。早い、早い、早い、早い。うわ、なんか。怪しさしかないじゃん。合ってる？とりあえず右に逃げてきてるけど。早いまんまじゃん。やばくない？うわ、びくしゃ！やめてよ。まあ、待つのだって言ってる。え、とりあえず、わかんない。この毒毒が行き過ぎるとゲームオーバーになるんじゃないかって思って今急いで行っちゃってるけど。ダメなパターンかな。あ、違う。ミスター。なんで急に左になるんだよ。え、どういうこと？合ってる？どういうこと？わあ、怖い。嫌だ。すごく嫌だ。嫌な汗のかき方するな。え、戻ってきてるよ。あ、でも戻ってきてる。話しかけた方がいいのかな。あの、大丈夫ですか。ううさっきの人だよね。死神が死神が見える。もうやばいじゃん。死神。ある日目を覚ますとこんなものができていた。ここに住む者は皆この兵器によって侵されているのだよ。
政府は我々がいかに危険な存在かを知り、先手を打ったというわけだ。最も非人道的なやり方でね。ただの変電設備ですよ。違う。この兵器が出す超電磁波は脳を溶かし肺を腐らせ、普通の中の死へと至らせるのだ。だが我々はこんなものには屈しない。わかるだろう。いや、わかりませんが。今のうちに逃げよう。そうね。あ、やばいやばい。なんかすごい。あ、やっぱまた、早く逃げて逃げて逃げていいかね。あ、やばい。あ、いけるいける、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。待って、これでもさ、ループしてるんで、いや、どうしたらいいのかわかんない。やだ。いや、もうこの毒毒怖いしさ、あ、なんか血あるよ。これは無視でいいの？うわ、来た。殺される。どうだい、覚悟は決まったかね？いえ、まだちょっと。まあ、まだだと。何？どうしたらいいの？これ。どうしたのだ？どうしよう。非常識ですよ。からかわないでください。僕は帰らないといけないんです。そうか。だが。お前にはもう帰れない。お前は我々を裏切った。え？お前はここで死ぬのだ。メロス？え？メロス来てくれたってことだよね。そうですよね。走ってるよ。メロスは？ナオくん、タヌキいた？てか、なんで君らいなかったんだよ。それどころじゃないよ。サンゴの言ったこと本当だった。本当って私何か言ったっけ？殺人現場。ううん、そんなもんじゃないよ。あそこには人食いの。おいおい。確かにタヌキは雑食性だったけど、人は食べないでしょう。そりゃあんた化かされたんだわ。なんか、意味ありげなおばあちゃんが歩いてきたよ。鳴沢のタヌキと言ってね、昔よく人を化かしたんだよ。は？臆病者は特にね。うわ、すごい。うわーって、うわーって動きされてる。これで終わりなの？じゃあ僕が見たの全部気のせいかなんかだったっていうわけ。さあね、それは知らないけど。でも現にフェンスは閉じたまんまだったし、殺人なんて私の悪気のない空想だし、ましてや人食いなんて。なお、あんたここ日本だよ。つまり、サンゴまで僕がタヌキに騙された。って言いたいの。そういうことがあったら世の中ちょっと面白いね。いいな、ナオくん、タヌキと会えて。これでいいんかい。解決した。はい。というわけでね。はい。了。ということで。ここで終わりなんですけど、すごいね。タヌキにしてはめちゃめちゃ政治がなんだこうだとか言ってましたけど。はい。というわけで無事クリアしたので、また次回ね、やっていきたいと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。